第1回人気給食トップ5当たるまで買いませんよ。どうも、かんちゃんです。どうも、エイジです。リーパー、またも人気な給食っていうのがネットで調べると出てくるんですね。だいたい人気上位20個を、用意してもらってます。おーね、ギルマスタジリ君と、ジュニアさんがトップ5当てられるまで食べ続けるという大食い企画ですね。AG 以外の3名は大食いで限界までもう食べた後です。そうなんです。まあ帰れま点企画ですけど、今度ベスト5を当てます。5、はい、でもあれないんだっていうの結構ない。わかめご飯もあった。ひじきご飯、ひじきご飯あった。なんか俺らの時とちょっと違うかもしれない、ね、俺1個あるわ。あ、2つあるわ。無理、別に言っていいんだよ。そこはルール振り今回みんな味方だから、天皇を晒すことにはならない。2013年に掲載されている子供が喜ぶ学校給食メニューっていうのを参考させていただきます。はい、なるほど。じゃあ行きましょうか。そろそろ。じゃあまず1段目のシンキングタイム入りましょうか。そうだね、超大事。いや、俺揚げパンマジよくわかんない。でも揚げパンが入ってる。でも揚げパンが入ってる。本当？みんなマック夜平気で食うじゃん。うちそういうのダメだったから。あんまり意味わかんない。パンあんま受け付けないの。パンだよね、パン。じゃあ一人一人出していこう。オッケーオッケー。当てに行こうマジで。いや、当てに行こう。時間の都合あるから。硬いやつね。揚げパンだと思う。なんで？今までは私なしボケや。俺の好き嫌い置いといて。なるほど。人気じゃん、キングマジ。まあ俺はあとはカレーライスかな。ああ、絶対入ってくるでしょ。シチューも人気かもしれない。カレーシチュー？カレーシチューとクリームシチューがあるの。カレーシチューってカレーライスの方が絶対人気じゃない？けど大学芋も。本当？いや大学芋も嬉しかった。嬉しかった。マジ嬉しかった俺。俺スパゲティだと思うんだよ。マジで？いいよ、じゃあ乗ってみようよ。でもあのスパゲッティが何かによらない。ミートソースかナポリタンかじゃないですか。ないか。いや、いいよ。じゃあちょっとスパゲッティはちょっと重いから外した時ちょっと一回置いとこう。一回置いとこう。じゃあぶっちゃけ、じゃあ今出た中でどれがトップに入ってそう、それいきましょう。俺カレーライス。じゃあカレーライスいいと思う。じゃあカレーライスいく。カレーあるっすか。カレーいきましょう。はい、じゃあカレーライスお願いします。お願いします。お願いします。まさかあのゲームマスター2人ってことは量多いとかない？あるかもしんない。ワンチャンあるかもしんない。ああ、メニュー、カレーライスです。いいよ。おお、これ。いただこうか。うん。いただきます。これ入ってるわ、カレー。入ってる。うん。お、かっこいいよ。あ、いった。おお。減ってたもんね。うん。残骸じゃないかよ。食べろよ、このぐらい。うん。おお。完食。完食しました。カレーライス第何位ですか？気になる。うん、カレーライスの順位は第1位。わあ！ちゃんと狙ったのが1位ってのはでかいよこれ。ね、すげえ。うわ、いきなり誰だっけカレーって言った。次ですよ。はい、あと4つ。ラーメンじゃないじゃあ。やっぱさ、給食と言ったらさ、まあ、というか小さい頃好きだったもの何って聞かれたらカレーかラーメンじゃない？あと揚げ物ね。そうね。けど意外に冷凍みかんも結構人気あったの。確かに。冷凍みかん地味に上位食い込んできてる。そう。え、じゃあラーメン行こう。ラーメン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 。じゃあ次ラーメンお願いします。結構できる。ラーメンです。ラーメンすげえな。この後だってラーメン食う。そうなんだよね。いや、ラーメンでもあるっぽくない？いやラーメン間違いなくあると思う。これ入ってるわ絶対。あるな。めっちゃいきますよ。強っ。いや、これある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 。覚醒したあるよ。まああるあるわ。これ言ったよ、もうそのくだりやった。感想なんだよ。はい、ラーメン完食しました。お疲れ様です。ラーメンこちら何位ですか？ラーメンの順位は第7位。うわー、終わった。待って7位。どうなってんの最近の分けるの。いや全然羨ましくないのじゃあもう確実に取ってこう。揚げパンいっとこう。揚げパンいっとこう。揚げパンいっとこう。気持ち楽になりましょう。はい、じゃあ次揚げパンお願いします。はい、あ、なんか今回可愛い。好きなんだよね。美味しいもんな。
まい。やめろよ、そんな顔すんの。うん、はい、ごめんなさい。 OK、 揚げパンの順位は第10位。なんだよ、揚げパン最強説言ったの誰。10位。これマジヤバいよ。揚げパン10位だ。ちょっと慎重になろうか一回。いや、これ視聴者さんもええだよ。待って、マジでむずいじゃん。じゃあ俺言っていいですか。うん、俺これ外したら責任持つんで、うん、焼きそば。これは入ってると思う、俺も。ラーメンで7位だったら焼きそば8位とかだよ。でも給食って言ったらラーメンで、そのほうが緊張する。じゃあ行きましょう。行きましょう。はい、はい、じゃあ焼きそばお願いします。お願いします。はい、おー、行きましょう。あはい、責任責任。やるちゃんやるちゃって。なんかすげえぞ、量も多くね。なんですり切りいっぱい入ってる。いただきます。はい、お願いします。これやばくね。量多いよ。量多いよね。噛み応えな。やるちゃん、これ言ってくれるの。うん、全部。おお。いや、俺も食べるよ、じゃあ。やめてよな、俺だけ仕事しないみたいな。ほんと食べな。じゃあ分かった、次俺ちょっとやるちゃんと同じ戦法からして。軽いな。違う違う、軽いとか重いとかそういうことじゃない。絶対入ってるやついくから俺。謎ミンチの肥大感やばくない。ちょっと考えとこ、やるちゃん食べてくれるから。考えとこ。これ絶対俺自信あるから生かして。プリン。プリンは違う。お前外しても量少ねえやつ言ったもん。いや、このデザートの中だったら絶対プリンが1位。フルーツポンチだ。いや、プリン。ここまで生きるよ。プリンはちょっと…じゃあ、いいの任せて。やるちゃん早いな、くん。9割以上食べた。うん、大丈夫、責任…いや、お前協力してやるやつでしょ、これ。完食しました。はい、焼きそばは何位ですか。焼きそばの順位は第14位。マジかよ。パラレルワールドだとしか思えねえわ、もう。あれ帰れねえぞ。なんでこんなふやけたの壊されてる。マジでわかんない、もう。ちょっとじゃあ俺責任持つからプリン出してくれ。責任持つとかじゃないじゃん。責任ないじゃん、あんまり。そらプリンお願いします。じゃあ、ちょっと待ってよ。ちょっと俺小さくなってたからなんか自信持てなくて。はい、誰か突っ込んで。誰か突っ込んで。今すぐすぐすぐ時間経つ、すぎると面白くなくなるから。周りに振るのも早すぎる。俺行かないようじゃない。視聴者の人びっくりしてるよ。さっきまでみんなと同じぐらいでいきなりこんな視点下がってる。まだ続けるか、お前。もう全然座れ。マジさ、教育もアホだよね。大食い企画1日3本やるじゃん。やばい。ちょっと言っちゃう。あー、いった。なるほど、前からの。プリンの順位はお願いします。はい、第4位。ほらからこれ生かしてシリーズ、やるちゃんは10位でしたけど、俺は4位でした。いや、気になってたじゃん、みんな焼きそばはさ。確かにね。難しいよ、こっから3つ。俺、ハンバーグあると思う。ポンチ君も怪しいわ。ハンバーガーもあるね。え、そうだよ、だって4位にプリンが来てるもん。4位がプリンならもうデザートないないと思う、俺も。それは思う。マジ確かに。結構読めないよ。読めない、本当にわかんない。エビフライあるかもしれない。俺エビフライいい。あ、エビフライか。本当？エビフライ好き。いや、当てるゲームですから。え、どうするの。いや、エビフライを見ていいんだ。あー、じゃあ行きます。エビフライ言いますか。フライ、お願いします。あざーなっつった、なっつった、合わせろ、お前。エビフライ、ここで食い込んでくるか。いや、もうね、ないと思う。俺もないと思う。え、そうかな。え、なんかこれエビフライって言ってたじゃん。エビフライなのかもしれない。エビフライなのかもしれない。エビフライなのかもしれない。適当に喋りやがる。お、エビフライフライの仕方違くね。おい、これエビ天だよ、これ。食べようか。あの、すいません、うん、ちょっとエビ食えないんで。あ、そうだったっけ。はい、え、甲殻類アレルギー。いや、違うんです。単純に苦手。はい、ちょっとお願いします。食べれないレベルで嫌いなのに、なんで最初。なんで調理でした。いただきます。食べます。アレフライ何ですか。エビフライの順位は、こい、第11位。いやー、俺ね、
鶏の唐揚げある。それか、大丈夫お前的には。いや全然まだまだ、もう唐揚げはちょっと無限に食える、ね、うんうん、じゃあ任せてみる、まあ、俺はもうちょっとなんか光はあるけど、いきましょう。はい、はい、じゃあ鶏の唐揚げお願いします。出しましょう。青のりついてる、大丈夫だよ、大丈夫だよ、まあ、いやこいつの工具が全部青のりみたいなもんだけど。はい、お待たせしました。おい、うん、これ結構竜田揚げなんだよね。そう、竜田寄りの唐揚げ。美味しい。あ、うまい。動画やってんだから顔ぐらい揚げなよ。ねえ。ほんと分かる、きついのは分かる。もうその無駄話で予想だけ話してパッて言ってプッて食ってるの。おい、動画やれ。唐揚げ大丈夫ですか、一人ね。ああ。え、じゃあ無限説だからゲッターってなる。まだ彼の口から一言もいけるって発してないんですよ。俺らが押し付けてるだけなんですよ。ああ、そう。もう一発ちょっと俺に任せてみる気ない？例えばゼリー。ちょっとだって小学校の時みんなそうだった気がするんだよね。プリンは信じてみる、信じてみる。もう一回、まあまあいいんじゃないですか。あの完食したし。あ、じゃあ、はい、唐揚げ完食です。唐揚げの順位は何でしょうか。第2位。おゼリー言っとけば、一回ゼリー挟んでもありだと思うよ。そうなったらプリンとゼリーダブルあるよね。5本、なんならゼリー20位だと思う。もう俺自分に自信持てない。え、ここで冷凍みたいなのがやつはどうする？ありえる、ちゃんとありえるな。ありえる、ありえる。ただ食いたくない今。自分のあれ向こうの大変だからね。そういうことじゃないんだよ。どうする次？クリームシチューは？これもう行こうか。クリームシチュー行こうか。すいません。はい。はい、じゃあクリームシチューお願いします。かしこまりました。揃ってきたあいつら。クリームシチューの結果でグラタンの結果も分かる気がする。あ、確かに。グラタンとクリームシチューどっちが上だと思う？え、クリームシチュー。グラタン。え？揃った。いやでも実際2位を当ててるわけですからね。まあね。そうなの。やるちゃんよりはしない。そうそう。ああ。おお、すごい。いただきます。お、すごい、さすが。あ、すごい、さすが。説得力リーパーで。あ、そういうの自分で編集しててテロップでたまに Z をもらえる。おいしいよ、かわいい味がする。これ、うん、やべ、懐かしい、ある。あ、じゃあこれ早い、うん、はい、じゃあクリームシチューがないでしょうか。クリームシチューの順番はい、来い。第8位。あだよ今俺8時ぐらいだよ、8時ぐらいだよって今。ちょっと今回エイジに任せた方がいいかも。オッケー、さっきからずっと当ててるもん。確かに確かに。シチュー関係はね、これで分かるよね。そう、人気ないってことなの。確かに、もう確かに確かに。ってことは文系は、ってことはもしかしたらだけど、うん、大学院もある。俺も、はい、俺も信じてるよ。好きじゃない。あら、大学院もある。なんで大学って、何大学って。じゃあ行ってみましょうよ、信じよう。はい、じゃあ大学院もお願いします。かしこまりました。おい、合わせろお前ら。はい、お願いします。ふざけんなよお前。なんだよこれ。大学院、大学院、セブンの大学院、両方いいなこれ。いただきます。いただきます。いや、大学院も俺入ってると思うんだよな。でもおぎは、おぎはこれ、ゆりちゃんも行って。お邪魔です。はい、それでは、何でしょうか。大学院の順位は第18位。いやもう俺、エイジ信じるのやめな。カホ一番最下位出しちゃったじゃん。もう分かんないよ。もうこれでゼリー系は狙って 100% じゃん。ゼリー系って何？ゼリー系じゃない、デザート系はない。いやもう18位でデザートもうないは言えない、さすがに。やっぱ大学って何ってみんな思ったり。違えよ、そういうわけじゃねえ。いや俺ハンバーガーあると思うんだよな。まあもう俺もハンバーグぐらいしかもうなんか安心して送り出せるやつがいない。分かった、こう見てみると頻度も関係してるんじゃないですか。頻度、ああ、出てくる頻度。あ、ごめん分かんないわ。何なんだよ。ワンチャン冷凍みかんいけませんか。はい、じゃあ冷凍みかんお願いします。お願いしました。あれ、ありがとう。あ、これみかんじゃねえか。あ、冷たい冷たい、ちゃんと冷たい。いや、常温だよ。え、冷たくない？え、常温、常温。いや、常温だよ。常温だ。冷凍みかんって言ったの。うん、なるほどね。それでは
の冷凍みかんじゃないですか。冷凍みかんの順位は第6位。うわじゃあ、フルーツポンチ、お願いします。早いよ、早いよポンチ、順位何位でした。17位。ちょっと、もうやめようか。デザートはもういい。調子乗りすぎたからね。もういい、デザートは。ちょっともう、いいですか。これ僕もう、全部食います。ちゃんとハンバーグいきましょう。ハンバーグ、ハンバーグ。シェフ、ちょっと落としとこう。なんなの。マジ、動いた方がいいって大食いの人も言ってたから。マックスの焼きサンドです。落とした方がいいな。はい、マジです。あー、これはちゃんと僕が責任持ちます。美味しい。うまい。シェフ美味しい。ありがとうございます。セブンの力だけどそのノリで言ったらスパゲッティだよね。でもお弁当に入ってるランキング。あー、確かにお弁当で判断だった。そうだな。上位。お、早い。はい、お疲れ様でした。ハンバーグ、こちら何位ですか。ハンバーグの順位は第3位。喜びすぎだ。危ない。画角の中にちゃんと自分でやりきったやつ。給食おじさん、すごいよ。ゲティさんじゃない。ゲティさんどうよ。ゲティか。ナイスだよ。映画的にゲティさんどう。違う。それ言われちゃ分かんないんだろ。いや、でもお弁当に入ってるもので信じた方が。でもこれ選ばないと終わんないから。確かにそう。スパゲティ。玉ねぎスパゲティ行こう。はい、じゃあスパゲティください。かしこまりました。おー、あー、本当につれえじゃん今日。これやばい。外れてたらどうする。外れてたら痛いね。そんなのは明確ですよ。味付けのりさんです。え、そうかな。5位を選べよ。あと8個だよ。俺らも10個食ってる。やばっ。はい、完食しました。はい、スパゲッティこれ何位ですか。5位ですよね。スパゲッティの順位は、はい、第9位。じゃあ俺よくさ、こういう時決める方法あるんだけど、俺がじゃんけんで買ったらコロッケね、グラタンね。最初はグー、じゃんけんポン。じゃあコロッケ、はい、コロッケください。俺なら食えるよ、エイジが。いや、もうエイジに任せるなって。エイジも壊れちゃうよ、これ壊れちゃうよ。で、食って、はい、ラーメン食いに行こう、みんなで。マジで絶対食わないから。半分頑張って全部入れよ。わぁ、食った、エイジ。わぁ、男気きた。わぁ、かっこいい。いやぁ、兄貴。コロッケはないですか。ないですか。お願いします。第16位。じゃあもうこのまま行きましょうよ。行こう、すぐ行こう。グラタン、グラタン。はい、もう行って。グラタンください。かしこまりました。でけぇし。お待たせ様です。でけぇし。まあこれ普通だよね。ボリューミーだ。では、グラタン何位ですか。グラタンの順位は12位。もうやだー、もうやだ。12位だってよ。え、なんだそれ。あ、ほかだよ。タツタゲ、タツタゲ食える今。いや、もう行くしかないでしょ。マジで一回ゼリーでもすか。ゼリーください。かしこまりました。あ、ゼリーの何食べたんだ。やつらもう疲れてきちゃってね。うわ、結構重いもの。
け強気なの。2人で行かないか、スタッフ。いや、行く。だってもうそれしかなくないか、うん、これでカレーシチューとか言われたらもう逃げよ。ちょっと逆転の発想じゃない？ヨーグルトだよ。健康面を考えてヨーグルト入れてくるのがあるよ。もう思考がもうナイス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 。すごいじゃん。何ですか？ゼリーの順位は第5位。うわご視聴ありがとうございます。すーすー言わせて。ご視聴ありがとうございます。カレー、唐揚げ、ハンバーグ、プリン、ゼリーってことでしょ。そう。なんだそのランキング。すごいね。なんだ揚げパン。でもさ、ほらさ、やっぱプリンよりもさ、ゼリーの方が良かった時ないって。うん。あ、ちなみにゼリー聞こうか。ゼリーないだろうか。ゼリー5位5位。あ、5位5位。